こんにちは、ウィリツァです。今回は鹿児島発着のバンコク、タイのバンコク往復航空券のご案内をいたします。中国東方航空の、上海経由の便が非常に、激安になってまして、航空券の値段が2万7200円、そして、その他の諸税ですね、空港税とか、燃油サーチャージとか、その辺の合計が2万1270円ですので、合計しても4万8470円ですかね、になります。5万切ってます。上海経由でありますけども、地元、鹿児島から出発できるという利便性がありますので、非常におすすめだと思っております。タイはもともと物価も安いですので、ホテルの代金とかオプショナルツアー、現地で頼むオプショナルツアーの代金とかですね、ショッピング、その他スパ関係も格安ですので、こういった格安航空券を利用してですね、タイ旅行を楽しまれるというのも一つのやり方だと思いますので、ぜひご利用ください。時間帯はですね、鹿児島発がですね、週4便出てるんですけども、13時20分に鹿児島を出発して、上海に2時ぐらいに着きます。で、それから夜のですね、9時40分まで待たないといけないんで、ちょっと上海市内に出られるというの方法もあると思います。時間帯、乗り継ぎがですね、多少悪いんですけれども、とにかく格安ですので、そういったうまく使っていただければというふうに考えております。以上、今日は格安航空券、鹿児島発着のタイの情報をお伝えしました。よろしくお願いします。